ママのっぱい飲んでんだろ、隠れて。いかんよ。夏目くん。飲んでないよ。本当？どうしてんぼ。パンツの位置についてんだろ。うん。ついてないよ。ついてないよ。じゃあ夏目くん見せてよ。ちょっと見るだけ。塊。女の子はさ、それやっぱついてんだな、あれ。滝本くん、ちょっとパン。塊。じゃあ、行くよ。1、じゃらん。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。もうやめた。100。横書いて。1万、2万、3万、4万、5万。ちょっと、もううるさい、もうやめたよ。100。100。1000。じゃあこれいくよ。2、12、12、102、102、102、102、102、1004、1008。じゃあ上につけるぞ。7006、706、706、706。小島さんの声かないよ。706、706、76。これは読めないね。だってこれはじゃあさ、数字ならないもん。78になっちゃうもん。78になる。76って読めないの。これ10がないの。これで初めて読める。76、76、706、706、7006、7006。よし、あとで一つゲームさせてあげるから。でこれもちょっと難しいのね。111って読むんじゃないのよ、これ。なんて読むの？110、111。お前ね、絶対にお金持ちになる。この前もね、お金儲けごっこでね、この人ものすごくお金儲けたの。あなたが大人になる頃にはね、あなたはね、浜松11のお金持ちになってね、経営者になってね、ビジネスマンになってね、日本を支配してる。夢を持て。わかったか？日本中のお金がみんなお前とか集まってくるぞ。すごいね。じゃあいくよ。111、111、111、111。こっちは数字で書いたの、こっちは漢字で書いたので、先生がどっちかを読みます。でどっちを読んだか当ててほしい。当たった人にはほっぺたに注意してあげる。いや、そんなに喜ばなくて、そんなに喜ばなくて、それじゃあわざと反対のこと言えばいいじゃないね。外れれば。そうでしょ？よし。じゃあ言うよ。数字を読むか、漢字を読むか当ててください。僕の目を見てればよくわかる。111。はい、どっち読んだでしょう？わかる人？わかんない？よく見てないよ。111。はい、どっち読んだでしょう？いやいや、だから声でわかるでしょ。じゃあよく聞いてね。数字の方は111いってな。111。漢字の方は111いってな。111。声でわかるよ。じゃあ聞いててよ。111。はい、どっちでしょう。はい、はい、小山さん。漢字。正解。いらっしゃい、いらっしゃい。正解。おめでとうございます。林先生の当たったんだから注意あげるって言ってんの。やきもち焼くな、お前は。そんなに嘘つかない。色男だなんて悪い言葉を使っちゃいけないの。分かったか。もっと悪い言葉教えてるか。講談師。講談師。ほら。もっと悪い言葉教えてるか。絶対言っちゃダメだぞ。伊達男。伊達男。ほら。悪い言葉知ってるな。345345345。じゃあ今度こっち345345。まあまあまあ、間違いない、あんまりこうじゃない。345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 545。
何何うるさいったらありゃしない、もう